どうもコブラです。今回は馬の経験値が獲得できる調教のエリクサーについて紹介いたします。こちらのエリクサーは機能服のトレーナーとセットでやるとですね、効果的に馬を調教することができます。真珠の血なんですけど、純粋な粉の試薬は通常で作れるとして、リザードの血なんですけど、このリザードの血はですね、代替ができまして、クークーの血があります。これはですね、クークーの血はですね、アレハンドロ農場に行けばあります。大地の痕跡は労働者を派遣してですね、痕跡を得ることができます。精霊の葉も労働者をか、もしくは伐採して玉に得ることができます。先ほど用意してきた真珠の血の素材を、投入してですね、真珠の血を作っていきます。真珠の血は大量に作った方がいいと思います。調教のエリクサーを作るにあたって真珠の血は、作ることができました。ツツジはですね、野生薬草から、手に入ります。クラックの粉末は労働者を派遣させることによって得ることもできます。松の木の樹液に関してはトレント村に行けばですね、大量に生えているので、そちらで採取ができます。ではですね、調教のエリクサーの素材を投入して、作成していこうと思います。ある数で大量生産するのではなくですね、10個か15個ぐらい作成すればいいかなっていう感じがします。需要と供給が追いつけばですね、金策としても有効になってくるんですけど、市場を見てですね、必要かどうか、自分のものだけ確保するっていう感じにした方が後々いいと思います。調教のエリクサーは5分で馬の経験値獲得量がプラス 8% となります。それプラスですね、機能服トレーナーを着てですね、これとセットでやればですね、効率よくですね、馬の経験値を上げることができると思います。今回は馬の経験値獲得量プラス 8% アップする、調教のエリクサーについて紹介いたしました。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますということで、皆様本当にお疲れ様でした。